行くぞコロ。それ取ってこい。よしよし。もう一度か。私も投げたいです。ん、ああ、いいか、神社とか絶対当てんなよ。了解であります。では建物のない方へ。せーの。なっ、コロ丸さん、取ってこいであります。取れるか。くそ、ボールなくしがってん。シンジ。真田さんであります。シンジ、なんか用か、アギ。お前、これはなんだ。ああ、我慢できない、探さないで。だこりゃ、書き置きであります。お前のか。ほう、れん、そうの実践です。シンジ、そんなに俺は我慢ならないか。は？確かにうるさく言い過ぎたかもしれん。お前が本当に嫌だと言うなら改める。けど俺はお前が憎くて言ってるわけじゃない。これだけは知っててくれ。話が見えねえ。それから昨夜はカッとしてついあんなことを言ってしまったが、本心じゃない。お前が寮を離れていた時も何かあるたびにお前に会いに行った。そのぶっきらぼうというか厳しい言葉しか返ってこなかったが、俺には大事だった。気づかせてくれる人間がな。あ、ああ。うるさいなんて言って悪かった。戻ってこい。なんで戻ってこいなのかがわからねえな。要するにお前は昨日のことを反省してるわけだな。そうだ。もうてめえの勝手で仲間がヤバくなるようなことはしないってんだな。ああ、しない。死神タイプが出たら何もしないですぐ離脱する。誓うか。ああ、じゃあ言ってみろ。ごめんなさい、二度としません。ごめんなさい、二度としませんだ。アキ、ごめんなさい、二度としません。よし、これでいいだろ。俺は最大限譲歩したぞ。お前にもこちらの要求を飲んでもらう。家出を撤回して岩戸大寮に戻ってこい。わかった、寮に戻る。俺も言い過ぎた。信じ。リーダー純平さん。もうダメ。あ、喜べ、解決したぞ。それはよかった。本当。ああ、そうだコロ丸、すまなかった。今日は俺が散歩当番だったのに、文化祭の片付けですっかり遅くなってしまった。気にするなと言っています。おかげで俺が借り出されたけどな。それは悪かった。ここからは俺が引き継ごう。お前たちは先に寮に帰っててくれ。行くぞコロ丸。なんつうか、真田さんは嵐のような人だ。でもまあ解決したみたいでよかった。なんで俺が家出したことになってんだかわかんねえんだが。それですよ、手に持ってる紙。これか。我慢できない、探さないで。それを新垣さんの書き置きだと思い込んでて。自分が怒らせたから新垣さんが家出したんだって大慌てで。新垣さんではありません、私が書きました。この文の意味説明してくれる、アイギス。今日の散歩当番は真田さんでしたが、帰りが遅くなるとのこと。コロ丸さんが待ちわびて我慢できないというので、新垣さんに当番の代理をお願いしました。ですのでコロ丸さんが寮にいなくても探さないで大丈夫です。絶妙に分かりにくいとこセレクトしてんな。コロ丸さんの気持ちを代弁しました。あ、そう。まあこんなことだろうと思った。真田さんは早とちりでえらい慌てようだったけどな。ああ、確かに慌ててたな。俺らが来る前なんか言ってました？今度からは死神タイプが出たらすぐ逃げるとさ。それはよかった。
これからは秋に言うこと聞かせたきゃ家出のふりすりゃいいんだな。いや、やめてください。とばっちり食うの俺らなんすから。さっきだってたまり場で危うく殴られるとこだった。あー、秋のやつはまたお前らに迷惑かけてんのか。いや、真田さんのせいっていうか、そういうんじゃないんで。あの野郎、何が反省しただ。頼むから、もう喧嘩とかやめてください。本当お願いしますって。